ゃあ準備はいいですか？オッケーです。じゃあいいですよ。せーの、乾杯。ではミュートでお願いいたします。ドッカンドッカン。マジ？ちょっと待って、ミコちゃんむせとるやないか。ミュートどこ？ドッカンドッカン。やばいやばいよ、びっくりしたんだよ。いや、始まってまいりました。なんかもうやばい空気がすでに漂っておりますけどもね。だってもうミュートできてないし、もう頑張ってやっていきましょう。今日は何でもありのアモンガアスって聞いてるので、ちょっと待って待って、誰かと一緒にいたいな。私お酒めっちゃ弱いんだけどさ、このね甘酒はね、そこまでアルコール成分が1%、言うて 1% ぐらい。今朝本当コロネー先輩からお誘いをいただいて急遽参加することになったんですけど、なんか何でもありだ、びっくりした、二人なん大丈夫、何でもありみたいで、やば、百年梅酒の酔いがやばい、はぁはぁしちゃってたらごめん。眠くなってきた。よいしょ。え、待って、みんな一緒じゃん今日。ラミちゃんと一緒にいようかな、じゃあ。うわあ、これ、ミコミコ、これは怪しくない？あ、閉められてんね、これね。これ閉められてるんだ。開いた、開いた。なんか壁てるんで。お前くそ、お前、お前かーこれに。え、待って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 、あっ、あ、コロネだ。あ、ラミちゃんだ。え、これ誰？ずっとエコーで喋ってた。待って、カフェテリアからアドミンの途中の通路です。あー、アドミンのカフェテリア。で、ラミがずっとコロネ先輩とコミュニケーションルームとかシールドとかずっと売る、こう、外回りで一緒にいて、はいはいはい。それまで、ミッコ先輩が一緒にいたんでしょう。明確に覚えてるのが、おかゆ先輩と船長とロボコ先輩とノエルはずっと一緒にいたんですよ。だから、ここは絶対行ったよー。ってことはミコ先輩だな。ミコ先輩じゃない。ミコは大津の方に行ってた。ミコ先輩だな。やばい。あれ、あ、東京見えない。これ、東京見えない設定。ちょっとやばいよ、酔ってるからさ、みんなさ冷静に考えてくれないじゃん。これね、もう怪しかったのすぐ即切りじゃん。これどんどんどどんどんどん、あ、やば、これちょっと一人になるのまずい。あ、待って、いる、ちょ、待って待って、こわ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 、いや、これも絶対みっこ先輩怪しい。一緒にイモシャーピしよう、一緒にイモシャーピ。プップップって言ってるのにみっこ先輩ずっとなんかジタバタして行こうとしないもん。え、怖っ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 、猫一緒だよ。ミコ先輩が怖いです、ミコ先輩が怖いです。あー、やばー、一緒だ、一緒に今いるよっていう意思を見せて。怖い怖い、一緒にだって。え、だってミコ先輩途中までコロネ先輩と一緒にいたもん。じゃあ、バイ、入れまーす。はい、今日は一緒に見せたいけど。何やってもらえんやん。何やってもらえんやん。何やってもらえんやん。これ詰まったら本当に申し訳ないけれども。ごめんね。ひどいじゃん、そんなの。最低だ。やばい、ミコちゃん死んじゃった、どうしよう、やばい、これ。あ、そういえばそのミコ一人じゃないんだ、コロネがいいんだ。ふざけんなよ、食べやがって。え、コロネ的にはもう一人のやつは誰、どいつだと思ってんの？え、逆にミコミコ誰と思う？で、ミコは、ミコは知ってるじゃん、だってミコは連合世代だから知ってるじゃん。でーもねー、あ、あ、こっちか、下の、岡先輩、船長が下のやりに行ってきますよ。ちょっと待っててくださいね。やばい。仕留められるさ、あれがないんですけど。ここか。なんでこんなに、あ、待って、怖い。あ、マリー、マリー先輩、あ、
おかゆ先輩だ。おかゆ先輩だ。あ、あー、見て、見た、見た。あれ、終わった、終わってるわ。ちょっと、やっぱ一緒に行こう。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って。やば、やば。はい、もしもーし。あのね、はい、今衝撃の瞬間、はい、衝撃の瞬間。おお、出てシールド行く渡り廊下。これはカットのところで、先週ずっとおはよう先輩と行動を共にしてたんですよ。ナイス、あ、おはよう。でもちょっと途中で置き去りにして先に行っちゃって。ナイスナイス。でもやっぱ一緒に行きたいなと思って戻ったら、ラミーさんがちょうど殺されてて、でおはよう先輩がそこにいたの。僕さ、今そこにいなかったよ。え、あれあれ、あれ、おかしい。多分ね、僕じゃん。だって僕ね、マリンちゃんと一緒にいなかったと思うけど。え、船長が。え、僕も船長ね、白目に見てるんだけど、その白目に見てる船長に今黒出しされたのが謎すぎて。あ、邪魔。今ね。あれ、船長、見間違い、違うよね。あれ、でもおかしい先輩だったよね、今。え、信じるよ。じゃあ、ま、船長信じるから違うかったら、ちょっと船長。わかった、わかった、それで大丈夫です。どうしよう、見間違いだったらどうしよう。やばい。そうなの。ちょっと待って、酔ってるから見間違いかもしれない。ひどいよ。自信が。ひどいよ。あー、そうだね。まだみんな酔ってないね、みんな。まだね、酔ってないね。恐ろしい。乾杯。乾杯。乾杯。おいしょ。うん、うん。センシラミだ。でー、あ、集合と。大丈夫かな、集合。意外と主語をやるかもしれない。どうすればいい？わ、一二三四は？あ、オーケーオーケー。え？長くね？あ、あ、そういうことね。コロネ先輩とラミーさんと、コロネ先輩ね。はい、ここ上げて。いや、タスク調子いいな。これ人死んでるのかな？怖すぎない？そう、こんな長生きこれ。マリン、そんな、マリン、え、マリン、寝た？あのね、おかゆのとこに行ってね、おかゆがなんかサザエさんを久しぶりに見たんだよって話をしてくれたの。あの、波平の会社の近く、あ、壊されちゃった。波平の会社の近くに、わーん、誰も死なない、なんて平和なアモングアス。後ろやったね、師匠やったね、誰かやった？マリン先輩と一緒にいるのか、多分。白だって力強く、肯定してくれるから。ラミさん一緒に行く？あ、来てる来てる来てる。行こう、一緒に行こう。あ、そっち行くの？あ、一緒行く？やばい。行ったり来たり。様子を見合っている。あ、いいねいいね。あ、行きましょう、みんなで行きましょう。ね、やだ、みこちもやだ。ね、やだ、みこちもやだ。やだ、はぁー！コロネがね、死んでた？アッパーエンジン下のところで死んでた。最後、みこちの先輩が来たからめっちゃ怖かったって時あるんだけど。誰に言われたんだ？え、何？あ、でも誰が？え、みこ先輩と何言ってんだよ！一緒にいたじゃん！一緒に！こちらでもね、怪しいなって思ったのはね、マリンなの。ちょっと怪しい。え、マリン？いや、絶対違う。だ、船長はラミーさんとみこ先輩と、コロナ先輩と4人でずっと一緒にいたもん。だから船長は今ミコ先輩を怪しいって言って、ロボコ先輩の方が怪しいよ。ロボコ先輩どこが怪しいと思ったんですか？え、マリンがずっとエリクトリカルの上で短いタスクで止まってたから寝てるのかなと思って。いや、ミコにそれで乗り切る。あ、死んだ。あれ？あ、死んでしまった。え、誰だったんだろう。あれ？あ、誰かがでも入れたってことですね。投票わかんないから。ゲーム再開した。入れちゃったんだけど。やば。言った方がいいかな、自分で。だ、課長が、いいじゃん、僕なんて父さんが。また話始まった。はい、はい、はい。僕が押しました。
はい、そして、はい、僕がロボコさんを殺してしまいました。懺悔おかゆー。そうなんだ、じゃあミコも自覚する。ミコもミコもロボちゃんのとこに入れちゃった人に。いやでも実際問題、ロボコ先輩はそうだよ、ロボコ先輩は船長見てないけど、ミコ先輩とあのラミーさんと、そうそうそう、誰だっけ、一緒にいたから、そう一緒にずっといたから、そう3人います。怪しくないって思ってるよ、船長は。じゃ正当か、これ正当、正当ボーイ、正当ボーイ、うん、正当ボーイ、正当ボーイ。はい、オッケーです。殺された。勝てる気がする。これは勝てる気がするぞ。もうね、で、あの、花沢さんたちが、あの、ケーキ作ろうって言うんです。いいじゃん、僕なんて父さんがケーキを買い忘れたからケーキないんだよって言うんでしょ。 O2 やるかな。よし、うわ、ゴロミーとミコのこと見てたね。やっぱミコのこと好きなのかな。ユキル行きたいな、今だと思うな。いや、よかった。今でもやってたらみんなが来てた。あっ！あー！これ誰も見に来ないやつ？0、8、6、12。誰か上はやってないの？ノエちゃん。ノエちゃんも違うよね。わかんないんだよな、ここ正直。ラミちゃんも多分ここマップ知らないから、二人でうるちょるして。マップわからんってなってた、多分二人してこれ。全然わかんない。マップがわからないからわからない。あ、見てようかな。シュ。誰もいない。よーし。あーこにゃらーくそやろ。こにゃらーなん終わってっかな、これ。一応やっとくか。あ、やばい、トイレ行きたい、ほんとに。出ちゃうって、ちょっとこんなの。助けて、君たち。出ちゃう、あっ、ちょっと生存確認するか、これで。ん？ノエルちゃん死んでるくない？これみんなに言った方がいいのかな、ノエルちゃん。やられてるよーって。それでね、あの、花沢さんが来て、で、じゃあ、そうね、失敗しちゃったから、じゃあ一緒に作ろうよってなって、なんと花沢さんとカツオが、そう、小学生だよ。作ったのが、ブッシュドノエル。ついてきな、ミコに。ミコは怖くなーい。うん、やばいやばいやばい。いやー、じゃあなんと冷たいと、うわー。ああったー。誰だこれ。はい、二人。はい、え、僕が、やばい、え、ミコミコ、えっとね、ミコちゃんの死体をオフィスの上で見つけたのね。オフィスのさ、隣の部屋でさ、あの心電図みたいな見れるじゃん。あれをさっき見た時点では、ノエルちゃんがもうすでに死んでたので、その時点で。電気が消える時まで船長、ミコ先輩とずっと一緒にいたんですよ。あ、見てたよ。ずっと一緒にいて、電気消えたから電気つけに行くって言って、今船長エレクトリカルにいるんですよ。だから湿気もない、っていう状況もない。スキップで、スキップ。お酒飲むしかないよね、これは。ないね、お酒飲もう。あ、ミュートになった、すいません。あ、家で見えてなかったんだな、あれ。みこ先輩やられちったよ。誰にやられたん？ボタンか？ボタンちゃんです。
やっぱね、流れるようにうちらの子に怒られてたね。それで、そうだ、あ、ちゃう。あ、殺されちゃった。それで、待って、あ、ノエルちゃんに殺された。ここあれだな、電気消してさ、一人ずつホームスリー去った方が強いのでは説あるな。そんな気する。あ、コロネ先輩も死んどる。あ、コロネ死にすぎじゃない？あ、でもボタンちゃんにやられてるんだぞ、これ。そうね。ここバレないのでは説。チキン食べるわ。マジちょっとラミ1キルもしないで終わるんだけど、どうしようどうしよう。船長ここにいるでしょ、ラミちゃんここにいるでしょ、コロさんどこ行った。あのボタンちゃんにやられてるんだぞ、これクソ野郎がいよ。コロネ死にすぎだよこれ。ねえ、やられた、ノエルちゃんにやられた。え、ノエルやってない。今ダッチャーにやられた。いや、やってない、やってない、やっちゃ、あ、ダッチャーが発見したんですよ、ダッチャーが。あれ、ノエルちゃん死んどるじゃん。死んどるよ。何発見したんです今、ダッチャーがコロネ先輩を。時差がある、時差が。絶対誰か死んでるよ、妨害されたよ。おかゆまりん、ナミ、ボタンちゃん、ボタン、キャー。ちょっと待って、心電図見に行こう一回。ちょっとできれば、あ、あれ、めっちゃ殺したら勝った。え、なんで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 投げてんの、なんで、なんか、タイマー食ってたら、死んでた。そうだね、強すぎる。信じろ、ラミちゃん、もっと、なんで、なんで、むしろ、むしろ、むしろ、私チキン食うからっつってリアクターのとこで放置とかしてたんだけど。え、ラミちゃん、違うよ、違うよ、すごいね、酒飲んで、酒飲んでチキン食ってたよ、普通に。足りないよ、足りてないよ。乾杯、乾杯。さてと、あ、さてと、なんで？ほんとん、ニコチ、ニコチ、あ、やばい。入会してるのかじゃん。そうしたらさ、ちょっとノリスキさん、ノリスキおじさん、お土産はってカツオが言うんだよ。したらさ、これがお土産話だよつって、えぇ、ー、そりゃないよって言ったら殺されちゃった。そんな感じのね、お話だったんだけどね。船長、今日も今結構回って、今ちょっと4杯目に入っていて、あの100年梅酒もうすぐなくなりそうだけど、100年梅酒が仕事するね、殺さないでね。あー、みんな怪しいって思ったんだ。えい、よしよしよし、これミコちゃんと合流。おらおらおらと、やばいやばいやばい。ミコちゃん見つけたんじゃない、これ。あ、来た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 。はい、はい、ミコが見つけた。あ、2人やられてる。お前先輩だよ、お前先輩。はいはいはい、死んでるね。コロネ入れないも死んどるんだけど。で、ミコはね、そっちコミュニケーションで浮かれると殺されるよな。死んでたからね、お金がね、今ミコの中に怪しいよ。え、逆にさ、見つける前で一緒にいたよね。そう、コミュニケーションズに一緒にいた、うん、いたよね。うんうんうん、あれも死んでるんだよ、お怪しいよ。一旦船長はロボコ先輩に白出ししたくて一緒にずっといたんですよね。さっきもずっと一緒にいたから、一旦一緒にいた、だから違うって思う。ロボコちゃんも一緒にいたんだよね。そうだ、え、違う、わかった、ミコちゃん、わかった、信じます、ミコ先輩。なんでだよ、事故だよ、事故。わかりました、事故。事故ってなんだよ、それやばいじゃん、事故じゃない、事故だよ、それは。事故ってなんだよ、事故だよ、事故だよ。さよなら、マグマ、マグマ。お墓に来ました。あ、ノエルちゃんだ。
やっほー。ノエルちゃんじゃないですよ。ヤッホーじゃないですよ。ヤッホーじゃんな。あれ僕さ、殺したのノエルちゃんだっけ。殺されましたよ。あ、そうだわ、そうだそうだ。忘れとる。ひどい。一緒にいるよ、ノエルちゃんと僕。あ、そうです。もう仕事ないですもんね。いいですね。仕事がなくて。いいですね。団長はもう死んでからも仕事があるんですよ。あ、え、この人。あれ、やられたもしかして。やられてさ、ま、やられたじゃないだろうに。最初からやられとるわ。あ、そうだ。え、そうなの。え、ナミーちゃんにやられたそうだよ。あ、そうなんだ。あらら。え、待って、これさ、声に触れられてないもしかして、また。触れられてないかも、言われてみれば。ふざけで次ちょっと言ってやろう、声に死んでますけど。どうしよう。まずいぞ。もうニコ怪しいと思った人。あーなんでー、どうしてや。え、あー、え、これは見られたでしょ。これ見たっしょ。これ絶対ミコ先輩外にいたもん。やっぱ今ミコ目の前で、ほらほら目の前でさ、ナイス。ラミーたんがさ、そうだよ、気にしてたわね。そうです。してないでしょ。してましたー。やばかった声入ったけど。あ、嘘、入ってた、入ってた。バイバイ。これバイバイだよ。いいの、いいの、バイバイ。なんかある悩み、なんか悩みある。これ悩みは何、最近の悩み。ないですよ。今のはちょっとやらかした。罪は認めたね。課題しな、この殺してしまった人への。そうだ、課題しろ。いや、まあこれがそういうゲームなんで。なんだよ、思い切ってんじゃねえ。マジしばき散らかすか。おい、見とけマジで。雪花ラミ、お前しばき散らかすか。だって、あと一人でしょ、だって。おかゆだって。おかゆか。え、おかゆじゃないの。あ、そういうこと。オッケー。そう。あ、ごめんごめん。わからん。そっか、歌だったらもう。わからん。あ、出た、わからん。ナイス。みこ先輩、よく見てたよ。おかゆで送る。今の方が完全に勇者だ、勇者。よく見てた。なんもやぎはならみてめえ。やべじゃねえんだ、やべじゃ。でもね、一つ言っていい？やばって言ったのね。ラミちゃんだって僕なんだよね、多分。やば。わかっちゃおうと思って。まさかの。かわいそうじゃ。ごめん、ラミちゃん。のかっちゃった。入ってないでしょ。ほらもう。山が入ったの。やってきた。あいたらのやな。あいたらのやな。あ、しまった。うるせえ。あ、うるせえ。やべ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 、歌ってる場合じゃねえ。ちょっと待って、こんな重ね切りされちゃう。重ね切り。そうだ、煉獄さんのフィギュアなんて驚くか。煉獄さんのフィギュアがさ、ね、おがゆが買ったでしょ。おつをしてやれるチャンスないかな、なんとか。ここでここに、よし、よし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 。おい、てめえ、なんなんだこいつ。たたってやる、マリリン。え、割と誰も死んでない、これ。あ、はい、また3人死んでる。おかゆ先輩ととりあえず一緒に今いたけど。うるせー、うるさつけー。こいつが、こいつが人狼だ。カフェテリアの左上で、今倒れてて、それ見つけた。ボタンちゃんが見つけたんか。うん、私見つけた。ありがとう、ボタン。私は、え、この中に2人いるってことですね、だって。うん、だっている、2人いるから。負けってことはさ、もうさ、1人釣っとかないとやばい。やばい。僕ね、ラミーちゃんがね、怪しいと思うんだよね。私も。待って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 。待って待って待って、ストップ。で、じゃあ、ラミーから、でも、さっきラミーちゃんが思い切ったから。入れたかな。
ストップ、ストップ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、え、待って、これ絶対だって分かったら、ちょっと、おかゆ先輩ですも絶対にそうだと思う。なんでラミー疑ったからだよ。みんな疑ってんじゃんかよ。でもこの子を返するよ。あ、違う。やばい。無駄にニシティって言ってた。そうですね。ちょっと待って。ごめん。やば。僕とボタンちゃんやっちゃったね。やっちゃったね。え、なんかもうさっきラミのこと疑ったけれども。ごめんごめん。今度。鈍すぎてボタンちゃん。そうだね。それだけでやらかしたんだって。今度おごるから。本当にいいけどね。